誰だ？磯浦君か。え？ひどいね。これ。ああ。食べた？あら、トルピー食べた？チビちゃん食べとらんね。え？そんな冷たいとこって。ほら。マグロ、マグロ。マグロやぞ。はい、これは網戸ですね。よし、ガムテープついて、こう折れしたんじゃないのよ。こう網がこうほらこういうことになっとるから猫が入ってくると家に、ということでね、今日はこの網戸の網を張り替えようという動画になります。はい、まあ網を外しまして、でちょっとこういう溝をねたわしできれいに洗ったというところまでやりました。はい、おティビちゃん来た？ご飯食べた？うん、ご飯食べた？はい、じゃあやります。はい、網戸の網がですね、1m140で4メートル買ってきましたんで640円ですか。はい、幅が合うのかというところが問題ですが、こやろう、こんないっぱい余っとる、この辺でこうピシッと切らんなあかんと。はい、ちょっとやりにくいんですけど、こんな感じにこうちょっと出して押さえると、これで入ると。はい、はい、どうでしょうか。どうでしょうか、もうクソ丸かい。ね、ちょっと近くで見れば雑だけれどもね、ちょっとこれ遠目から見たらほら、あら綺麗ね。近寄ったらちょっとこう切れ端が残っとるのわかるけれども、遠目から見たら、はい、誰もわからないということなんですね、これね。はい、はい、2枚の網戸が完成しました。暗い。はい、まあこれもねよく見るとすごい雑です。はい、このギザギザがもう隠れれば一番いいんだけど、いいのいいの、こんなのはもうパッとこう見て、あ、綺麗やなっていうの分かればいいぐらいやから。はい、いや世の中そんなもんですから、あ、もう見かけ倒しですから世の中。はい、そういうことで今日は終わります。はい、ドア開けます。すごい、この新品の網戸、まあちょっとだるだるなんですけど、だるだるもいいとこやな。大丈夫、これで猫ちゃんは入ってこれない。うん、諦めてね。
あら、あんた早こんなことしとんが。やめてよ。テルピー、雨ひどかったね。ね。バイバイ。